ビッカーズ・ベルチェー軽機関銃は1925年にイギリスで開発された軽機関銃である。ビッカーズ・ベルチェーの原型となる機関銃は1909年にフランス軍人のアンドレ・ベルチェーによって設計され、改良を重ねた後に1917年にアメリカ陸軍での性能テスト後に一度は正式採用が決定していた。しかし、 アメリカ本土での設備施設の不足や第一次世界大戦の終結から結局生産は行われずその後1925年にイギリスのビッカース社が本銃の製造権を買い取りビッカースベルチェ景機関銃マーク1として生産を開始したものである機関部にはガス圧動差式を採用し弾薬はブレン系機関銃と同様に303ブリティッシュ弾を 採用、断層には30発入りの箱型断層を上部から装填する方式を採用している。その後30発箱型断層の他に96発のドラム式断層を装着させ、航空機関銃として使用したもの、2脚から3脚に変更したものなど数種類が登場している。イギリス軍では1931年からルイス系機関銃の代替として配備が開始されたが、 同時に、イギリス軍に提出されていた、チェコスロバキア製の ZBVZ30 軽機関銃との性能試験で敗北したため、イギリス軍では、順次新型のブレン軽機関銃に取り替えられ、英国特殊部隊や、北アフリカ戦線の偵察部隊などで若干、使用されるに至った。一方、イギリス連邦の植民地軍では引き続き、ビッカース・ベルチェ軽機関銃の量産が行われ、 主に、インドでは、医者ポール増兵賞にて1945年まで、ビッカースベルチェー景気間1マーク3の量産が行われている。また海外に対してもビッカースベルチェーのセールスは行われ、ラトビアやリトアニアなどのバルト3国やスペイン、ボリビアなど、南米諸国に対しても輸出が行われ、第二次世界大戦中にはソ連に対しても輸出が行われた。 ありがとうございます。